今これ一つの時代を落とす平治の無念を力に変え逆賊へ行けこの国の象徴は赤の旗です。こぼれ落ちたのは君の夢を吉永この朝日を背に立とうと思う。持てなかったのは僕のせい。クマナの正塚が消えました。クラマの山に出没していた男はトカマの月のよく突然と姿を消したそうです。そしてその夜同時に一人の死後も山から抜け出したそうです。何もあなたのことをずっとずっと待っておりました。シャロン様、あなたは元気の落とし源の九郎様でございます。あなたの体には亡き英雄源の義朝様の血が喜びまする。貴人をも恐れる元気の血が覇者の血が喜びまする。あなたは最後の元気でございます。誰が頭を取るか。面白い時代になりそうじゃ。平家にやらずんば人にやらずですよ。お前の前で新しい平家作ってやる。時代が動くのはいつのことやら。何も怖くない。君が望んでいたその俺らが源氏なんかに負けるか。象徴は赤の旗だ。お前に因縁を下す。奥州に下がり遠征温存しよう。発せよ。とりあえずいいか。おいしれー人様、必ずや戦勝の合図を伝えました。確かに伝えました。